モバイルハウスで生活をしながら全国に歌いに行かせていただいているベース弾き語りシンガーソングライターのトール小林です。この動画はトール小林が実際に過ごした1週間の動画になります。よろしかったら最後までご視聴ください。それではどうぞ。今神奈川のモバイルハウスビレッジぼちぼちに来ております。ちょっとこっちにですね寄って、これからですね静岡に、動画でした。急に始まる。そう、動画でした。ですね、今伊東ですね。伊東まで着きまして、のんちゃんです。みのんちゃんとですね、ちょっとご飯を食べさせていただきまして、ね、なぜか2人で伊東まで来て、回転寿司に行くという。なぜかクソほど喋り倒しました。一方的に俺が喋ったのかもしれないです。そんなやつでした。というわけで明日静岡行ってきます。おはようございます。ここはですね、一滴これでございます。今からですね、まあ場所は伊東なんですけど、これから静岡市の方に移動していきたいと思います。これがね、シミーの、モバイルハウスで、こっちが俺のモバイルハウスですね。というわけでございまして、今ですね、焼津ですね、焼津の、名もなきゲストハウスにですね来ておりまして、ジャケットを描いてくれたシミーでございます。はい、シミーに誘っていただいて、こう来ました。ちょっと見えますかね、こっち焼津の海がこんな感じですね。いやー、いいですね。いや、めっちゃ綺麗な感じ。はい、というわけで、今夜は一応浜松でライブがありますんで、やっていきたいと思います。シミーたちはこれから、インドに、はい、行きますんで、またシミーが来年ですね。いいえ、こちらこそ遊びに来てくれてありがとう。またまた静岡楽しいよ。遊びは来てください。待ってます。今浜松でございます。浜松のですね、これから今時刻は19時なんですけども、これからですね、ライブが、ございまして、場所はこちらです。浜松のラグドールさんですね。こういう感じで、フライヤーも作っていただきました。こんな感じですね、お店の方も。本当に、初めての、お店なんですけどもですね、今日、浜松で歌わせていただきます。お願いします。というわけで、行ってきます。おはようございます、トール小林です。昨日、浜松でのライブからですね、一夜明けまして、夜のうちにですね、こちら道の駅に潮見坂に、移動してきまして、こちらで一泊しました。もう夜のうちにもかなり、なんていうんですか、
きの匂いがですね、あのちょっと充満してたんですけど、あの朝になったらちょっと和らいでました。ちょっと止まるのたまにあるんですね、あの道の駅とかいろんなところで行かせてもらうと、この時期になるとちょっと堆肥の匂いきつくて、ちょっとなんか止まるのどうかなみたいな感じのところがあったりするんですけど、まああのちょっと昨日悩んだんですけど、あのもう疲れてたんでもう寝ようかなと。まだちょっと匂いしますけど、あのちょっと和らいでます。今日はこれからですね、一旦岐阜に行きます。今ですね、岐阜に向かう途中なんですけども、途中ですね、こちら、吉田の水汲み場がございまして、こちらですね、それでですね、今、水を汲ませてもらいました。こういう風にいろいろなんていうんですか、まあ車上生活だと、こういうね湧き水もすごく大事でございます。というわけでございまして、今ですね、岐阜の矢入ヒーターさんに到着いたしました。こちらでございます。はい、分かるかな、こちらですね、見えますかね、でっかい入り口があるんですけど、ちょっとですね、うちの相棒の矢入くんがですね、ちょっと調子が、あんま良くないもんで、こちらでちょっと今日メンテナンスさせていただいて、ちょっと向かいたいと思います。というわけで、今これから奈良に向かっております。その行く道中にですね、銭湯の、寄ります。ちょっと長旅で今日ねほぼ運転しかしてないんでね、それからですね、岐阜から、昨日の夜のうちにですね、奈良県は宇陀市に、到着しまして、こちらで、一泊させていただきました。今日はですね土曜日なんですけども、明日日曜日にですね、宇陀さんフェスタというのに出させて、いただくことになってまして、そちらですね、今日一応ゲネプロが、あるみたいなんで、それに、やらせていただいて、であとちょっとブースの手伝いとかもなんかあればやってる感じでございます。はい、というわけでございまして、宇陀市総合体育館でございます。今ですね、宇陀さんフェスタですね、こういう感じですね。ざーっと今もう向こうの奥の方もあるんですけど、こっちです。中でですね、いろいろ出店の方が、してまして、なんていうんですかね、とりあえず今日は初日ということで、ゴリさん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 、お久しぶりです。ご無沙汰します。ゴリさんです。お久しぶりです。昼ぐらいの出演になりますが、あちらのステージでやらせていただきます。というわけで、それまでちょっとご飯食べたりとかですね、いろいろやっていきたいと思います。行ってきます。
けでございましてですね、ルカさんフェスタは無事に、終わりました、ありがとうございました、今ですね、こっちでちょっとご飯を食べて、今日は寝てます。あとですね、まあ、ちょっと撮っておくことになりますけど、そんな感じで、今日終わります。ルカさんフェスタの皆さん、受講員の皆さん、ありがとうございました。